こんにちは、クロシです。ということで、今回は、カー使いながら、ブレイクスルーだけかな、やっていきまーす。このモード初めてですね。初めてやるモードです。敵がどっちからどう来るのかすら分かってない。あ、これか。敵じゃん。なんだこいつら。さすがに無茶苦茶すぎでしょ。すごい動きにくい、ここ。ここ待って、めっちゃ動きにくいね。おい、残壕立てるな。これ立てたら、これ、俺たち上がれなくなっちゃう、これ。じゃん、これ。おー、ほい、爆撃機。いやー、マジかよ。そんなん出てくるんか、ここ。めっちゃマルチだった、今の人。あ、当たったか、一応当たったんか、今ので。あー、30カット倒しきれんかった。マジかよ。ビーコン置いたろ。オッケー。オッケー。グラフィック上がったりとかしてないかな。あ、上がってますね、やっぱり。確かに重たいもんな、パソコンが今。OK です。いや、まだこれの自動で上がるやつですね、これ。あー、当たらなかった。なんで自動で設定上がるねん、マジで。どうなのって感じだけどね、自動で設定上がるの。ほんと、いい加減にしてくれよ。あんまりこのゲームはですね、グラフィックの差ないから分かんないんじゃないっしょ。僕のようにあの餌を抜く手がないのでやめます。あれ、あれ人乗ってるんじゃないの？乗ってないのか。あ、やべ。あれ、多分チャーリーじゃなくてブラゴーは行かなくてもいい系拠点じゃないかと思ったんだけど。行かなくてっていうか、なんか一点防衛でいいんじゃないこれ多分。相手2拠点防衛する人あんのかな。いまいちないように感じるんだけど、拠点防衛。おっと、いや、行こう。なんか痛ないの、ちょっと。やめて。やだ、死にたくない、俺。今回の戦闘スタイル、命大人気だから。ナイス。死んでるぞ、味方が。スタンやった。命大事にって言わなきゃよかったかもな、今の。言ったから死んだ説あるよね、今。盛大にフラグ立てた感あるわ。ロードしとこう。うわ、また後ろかい。後ろ好きだね、君ら。あ、死んでんのか。あんまりこのカーは連射速度の方に振ってないんだよね。だから、たくさん撃てない。おぉ、いや、あー、その中にいようかな。やっぱ SR さん見どころがないやつだな、いつもの俺の。自分特有の SR がいたくすぎて見どころがないやつ。ブレイクスルー、あー、反対取られてる。まあいいや。いや、やっぱ爆撃良くないと思うな。爆撃さん、守りづらすぎませんか、ちょっと。わあ、やられた。上抜いたから OK としよう、とりあえず。あ、まあ、一人倒したからね。補正とかくれないですか。
補正とかくんないっすか。ミカツさん、ミカツさん、ショットガン取ったり。おお、ナイフキル、ナイス、ナイスモーク。これリバイブし、入ったら、入ったら神だけどな。マジめっちゃありがてえ。グッズ、ハフトラがめっちゃ打ってんな。ちょっと待って、これ厳しくね。あとこれはやばいわ。なんかハーフトラックが俺たちから見えない位置の人がずっと撃ってる。頭出てくれたらね、倒せるんだけど、出てないと倒せないな、やっぱり。おぉ。わからなくてよかった、今。あー、取られた。いや、やっぱ爆撃は、爆撃良くないよね、絶対。絶対に爆撃は良くないと思うんだよな、俺。どう考えても爆撃とか、守らせる気ないもんな、一拠点目。あれなのか、やっぱ GG にしたいから爆撃は、ガンガンに出て、倒しやすくしてんのかな。相手を。ねえと、さすがに、あれ本気で防衛させようとしてると、あれじゃないもんな、明らかに。あんな守り不利なモードダメだろって言いたくなっちゃうもんな。さあ、レッツゴー。さらに舐めっぱい許されそうにないので。真面目にやりますか。でいい。え、何なの、なんか銃声が遅れて聞こえた。なんで今銃声が遅れて聞こえたんだ。ちょっとまあリアルタイムな話するんですけど、動画投稿がされてるか知らないですけどね。なんかどうやら本日ね、一応タイドボーのDLC。一応、なんだろうな。ダウンロードだけのアップデートが、延期になったらしいですね。うわ、マジか、今の人。ずるい、今の。待って、今の伏せるのずるくね？なんか若干さ、曲がりながらさ、伏せたっていうか、寝やがったから、当たんなかったんだけど。今のずるくないですか、ちょっと。ちょっと、それはダメじゃないですか？あ、今のマジでにちょっとずるくね？嘘でしょ、今の。ああ、そして爆撃。ほんとはなんか拠点守らせる気ないんだな、こいつら。無理なんだよな、爆撃とか先はないからな、そんな。まあでもそういう感じでさ、まあ DLC が延期になったらしいですね。話ですけど。なんでだろうね。致命的なバグが発生してるからっつってるけど、こんなのも配信日ずっと前から決まってるんだから、もっと早く対応できんかったのかっつったら、まあそれまでな気がするんですね、僕からすると。まあね、そういう道のものでも何でもないので、まあ完全に素人の意見ですけど。だとしてもね、まあ結構真っ当なこと言ってるつもりですよ。来なかった。でも、橋下に多分いるのは間違いないんだよね。やられた。あー、もう最悪。今、なんで滑るんだ、ここ。おい、足腰弱すぎんぞ、今作、マジで。ない。一応これでも50チェットぐらい削ったんだわ、これで。一応こっちはデスは、違う、みんな邪魔。デスは一回でもしていいからね。足んない？あ、いないんだ。危ない。まあ僕はね、クソエダクソ SR なんで、ガンマするんですけどね。あね、上手い人みたいにクイックショットなんかできんから、俺。ほんとね、思いますね。誰もができるわけじゃない、クイックショット。まあ、どうしても今作はね、ヘッドショット入れないと弱いんだけどね、絶対に。だから本来はこんなプレイはしちゃいけないんだけど、
あ、多少は許してねって感じ。あと、打った後に移動しちゃうのはカウンターストライクの癖です。一応カウンターストライクは、何時間やって結構やったんで、600時間ぐらいやってるんだよな、確か。600時間もやってないか。400時間ぐらいは確かやったはずなんで。完全にカウンターストライクグローバルオフェンシブの癖ですね。悪い癖です。まあやるわな、さすがに。やっと半分。マジって感じだな。なんかいたわ、今。いや、だから難しくね、マジで。今作本当にさら難しいね。ちょっと久しぶりにやるっていうのもあるけど、本当難しいな。どこあった？俺見えなかった。敵が見えんかった。てか待って、後ろがやばい。この辺から見たいけど。ホーム行かないか？あ、終わり？クリアか。これでクリアね。なるほどね。一人だけあったのか。あとはこの辺にスポットフレア焚いて。ないっすね。あ、来てた。あら、いってぇな。いや、マジでカウンターストライクによって変な癖つけられたな、俺。跳ねやがった、マジか。あまりが早い。命中率低い男には辛い球の数だね。あと落ち着いた、これは最悪だね。残り17セット。守りきてんのか。あ、最後の最後だったらバックエッジもなんかあんま影響してこないんだね。全然よくわかんないけど。なる突然バックエッジがそんなにあれしなくなったのかわかんないけど。あ、いいや。まあ、ありがたいことにしておこう。めっちゃスモークタクやな。エサラ対策バッチリかよ。はい、オッケー、30キル。いやいや、まあ、中はこんなところで良さそう。なんか俺のエサラの腕じゃこれ以上多分いけないわ。はい。まあ多分こんなとこっすね。30キル強いです。いや、まあ普通にいいんじゃないですかね。一応1位だし、スコアも。はい、ということでね。まあ今回は動物の、強いエサラ、カーの、カーでした。はい。まああの、レベル、20武器ということでね、結構上げるの大変だと思いますが、まあ、だんだんね、あの SR が楽しくなってくると思うので、ぜひともやってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。